んばんは。いつもありがとうございます。ナミカ母さんです、今日もアメリカから箱が届きましたので開けていきたいと思います。今日はちょっと小ぶりです。では開けていきます。さて開封していきます。今日は新しいカッターを買ってきました。定休日だったんでね、新しいカッターを買ってきました。よく切れます。よいしょ。何か入っているでしょうか。家の電気を取って、クッション。あ、これはこんな感じ。今回。ターコイズだけですね。これね、あとね、ちょっと特別なドリームキャッチャー、これがね、後で開けます。ターコイズなんで、とりあえず手袋を持ってきました。開けていきます。4つですね。4つ入ってます。さて、まず1つ目、ホワイトバッファロー、ホワイトバッファローです。綺麗ですね。私も指輪ホワイトバッファローいつもしてるんですけれども、すごいなんかね、アンテナになってくれる感じですね。ホワイトバッファロー、こんな感じで綺麗です。結構ごっつい感じの。これがまず1つ目。そして次2つ目、ビズビーですね。これはビズビーです。すごい綺麗、ビズビー。そして3つ目、次は何でしょうか。サンダーバードのスリーピングビューティー、サンダーバードの形入ってるスリーピングビューティーです。このスリーピングビューティーもすっごい綺麗ですね。サンダーバードのスリーピングビューティー、3つ目。このね、横見えますかね、横にこう太陽の模様とか、ラトルスネーク、こうなんか蛇のこの喉のとこの模様とかね、矢尻とかこう入ってるんですけども、それぞれのこの形もシンボルもこう意味があるそうです。そしてあ、来ましたね、これスリーピングビューティー、これも可愛いです。すごい可愛い。これ割とこう繊細な感じですね。ここ細くてね、これはこんな感じです。スリーピングビューティー、この4つが今回入ってました、ターコイズ。そしてですね、あと1つ、今回は小箱なのでターコイズは1つ。そしてこれです。よいしょ。この中にやっぱりね、新しいカッターは切りやすいですね。よいしょ。前回カッターが古くて切りにくかったの。はい、これなんですけども、じゃーん。これは
お若い。これね、ドリームキャッチャー、わかりますかね。よいしょ。入ってる。これ、この小ぶりなんですけども、このドリームキャッチャーなんですけども、実はですね、このドリームキャッチャー、ガヤニが編みました。これね、ある方のメッセージが降りてきて、で、その、ターコイズ、そのターコイズってない、ガヤニが持ってるターコイズの中からおばあさんが現れてきたらしいんです。で、そのおばあさんが全部ね、編み方を教えてくれたらしいんです。で、ガヤニ実はこのドリームキャッチャー全然編んだことなかったらしいんですけども、この編み方を教えてもらいながら、これ石も配置して全部編んでるんですけども、これ第1作目らしいです。で、それ以降は多分編んでないと思うんですけども、いきなり降りてきて編み方を教えてもらって編んだっていう作品です。ちょっとね、びっくりしました。ちょっと編み方見て、これ初めて編んだにしてはすごい綺麗に編めてます。私もドリームキャッチャー編んだことあるんですけども、初めての時はすごいこう、なんていう、雑な感じで出来上がったんですけど、結構繊細な感じで、もう石もはめ込んで、こう真ん中こう、亀がついてますね。で、ここにこう、石、真珠とか、ターコイズとかついて、羽もついて、仕上がってます。これは、ある方のところにターコイズが行ったんですけれども、それと一緒に渡してくださいって言われたんですけど、ターコイズの方がちょっと先行ってます。で、これは後から、ガヤニがメッセージカードと一緒に送ってほしいって言って、メッセージカードまだ今回入ってないんですけれども、それと一緒にお渡しする予定になってます。もうこれは行き先が決まってるんですけれども、ズニ族のこのバングル買った方、の元へ行きます。これなんか意味があるらしいです。まあそんなね、不思議なことも起こりつつなんですけれども、ガヤニは別にこのドリームキャッチャーの作家さんではないんですけど、いきなりその、ターコイズから現れたおばあさんみたいな方に教えられていきなり編んだらしいんですけれども、まあそんなこともあって、本人が一番まあびっくりしております。で、今回はまあそういった感じのターコイズ4点とちょっと特別なドリームキャッチャーになります。で、これをまた、このドリームキャッチャーは、またお渡ししたいと思います。そうですね、あとまだね、アメリカからまたターコイズも届いてるのと、あとご希望くださってる方、ターコイズをご希望くださってる方がまだいらっしゃるんですけれども、ターコイズの方はまだインターネットとか表に出してなくて、ご希望の方に手のひらの画像を両手送っていただいて、でアメリカに送ります。でそれをこうガヤニとアマヤさんが見て、でそこからこう読み取ってくれて、で合うターコイズを見つけてくれるっていう形を今取らせていただいています。でもしご希望の方ありましたらまたお声掛けしてください。で今まだ私も目利きターコイズのね、いろんなものを見て目利きをして、でちょっと勉強したいんで、いろんなターコイズをちょっと日本に呼んでみたいと思います。でまだその価値の付け方とか、見方とかっていうのがまだこう勉強最中なんで、また少ししてから、きちんとした形で販売はしたいと思うんですけども、今は一応そういったエネルギーの合う方へっていう形で、もうこう読んでいただいて納得いくまで、自分もアメリカのガヤニとアマヤさんも納得いく形でお渡しするエネルギーを、あった人にお渡しするっていう形で見ております。ということで、また、ご希望の方はお声かけてください。ただちょっとやっぱり人数が多くて混んでて、3分の1の方もまだ3分の1ぐらいの方しかまだ見つかってないんですよ、ターコイズが。で、かなりお待たせしてしまうと思いますが、ご了承くださいませ。ということで、今日は自宅からお送りしました。ありがとうございました。ではでは。